みんなは口寄せの術が使えるようになったら何をしたい？それはもうトラ呼びたいかな。トラ、ね、強いじゃん。強い。野田くんは？五十羅生門から。分かる人は分かってるかな今。テスタくんは？喉の医者。そんなに悪いの？出ないもん。心配だな。佐田さんは？私はそうだな、やっぱりお金をくれる人、もしくは爆上がり銘柄を教えてくれる人。おまた言ってら、村上くんはまだできるようにならないの？いやちょっとやってみようか。よし、やってみて。いくよ。口寄せ、やややや、インド、はぁ。呼びました。呼んでねえ。資産運用学べるラブリー。今回も引き続き新ニーサについて学んでいきたいと思います。おしょっす。おしょっす。今回も資産運用 YouTuber 小林亮平さんに新ニーサについていろいろ教えていただきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。前回はね、新ニーサを使った成長投資枠での高配当株と ETF の話を聞きましたが、どうですか？いや、いいなと思いましたよ。でもそんなことよりも前回の終わりで、新ニーサでガツンと儲かる方法があるって、それを早く教えてください。あるんですよね。せっかくなんでね、教えましょう。ありがとうございます。ズバリ、こちらです。天馬が。天馬が、グー、グー、あ、テスタ君、やめといた方がいいよそれ。気に入っちゃった。いやいや、全然評判良くないよそれ多分。何ですか天馬川って？天馬川ね、初めて出てくる言葉かと思いますけども、株価が10倍になった銘柄、もしくはなりそうな銘柄のことを言います。もともとはですね、なんか野球の言葉でバガーっていうのは何塁打っていうのを意味して、1試合で10塁打、天バガーを記録するほど大活躍を表した誇張表現、これを株価の急騰に重ね合わせて、まあ株価が10倍まで跳ね上がる銘柄のことを言います。最高。テスタ君は天バガー経験ある？ちなみに。いや、僕もないね。2倍とかそういうのもあるけど、10倍は取ったことないね。テスタ君でもないんだ。狙ってできることじゃないのかね、もしかしたら。じゃあ嘘じゃん。夢のような話じゃん。できるってこと？ ね、それが夢のような話なんですけども、実際に株価が10倍になった銘柄っていうのもありますし、そこに投資していた人っていうのもいらっしゃいます。実際にはどんなものがあった、過去10年で天馬川になった銘柄っていうのがあるので、こちらをご覧ください。有名なのはレーザーテック。ね、直近暑いのはこの東京エレクトロのあたりですかね。この中でずっと持ってたら天馬が取れたのにみたいなのある？どれも触ったことはあると思うけど、僕はまあもともとデイトレーダーだったし、短期だったから、そんな10倍を狙ってのトレードは してこなかったからね。狙ってる人がいるってことですか？実際にこの天馬川を、発掘を好んでする投資家もいらっしゃいます。かっこいいですね、天馬川ハンター。でもこの天馬川銘柄ってどうやって見つけたらいいんですか？はい、天馬川を達成するための条件というか要素っていうのがあります。この4点ですね。実は驚くような好業績、世界の時流に乗っている。なるほどね。他社との差別化はオンリーワンである。オンリーワンか、もうここまで。で、あとは中小型株。それは分かるんですね。はい。というふうな4つの条件があるので、ちょっとそれらをそれぞれ見ていきたいと思います。ね、なんでこんな共通点のある企業がテンバーガーになりやすいのか気になります。まずはこの驚くような好業績と世界の時流に乗っているというのを見てみましょう。はい。その2つが、さっきも言いましたけどね、東京エレクトロンとレーザーテックですね。はい、何の授業をしてるか分かりますか、マジカルラブの2人は。レーザーポインターじゃないですか。レーザーポインターを作ってる。あれ一つ限定的すぎません？あれオンリーワン。あれ一撃で。村上さん、はい、
何だと思いますか？半導体です。おお、大正解ですね。半導体というのは、まあ、私たちが日常を使ってますね。スマホ、家電、まあ、電車、あらゆるものにその電気製品の中に組み込まれている部品になります。それはね、ちょっとご存知かと思いますけども、コロナやったら、ね、2021年前半から世界的な半導体不足というふうに言われまして、その影響が大きくて、まあ、その分その需給が締まって半導体関連企業というのが恩恵を受けています。うん、東京エレクトロンですね。2013年から、はいはい、これ過去10年のチャートだったもので、まあ、すごいな。10年前のですね、2013年6月はまあ1600円700円ぐらいでした。2022年の1月には2万3000円、10倍達成ですね。はい、次はレーザーテック。同じようなチャートだ。レーザーテックはこれ10年前は6月は300円ぐらいでした。うわ、が2022年、去年の1月は3万6000円までいってます。まあ、なので、まあ、テンバーガーどころか100倍ですね。本当っすね。株価100倍だったので、仮にこの300円の時に1000株投資してたら、31万円が3600万円になってました。夢のようなやつですね。夢のようですね。これって今やこの2銘柄って結構日本代表する銘柄だと思うんですけど、当時2013年は見向きもされてなかったって感じだったんですか？そうですね。東京エレクトロンは多分当時から大きい会社でした。僕もあの就職活動の時に東京エレクトロンを受けました。受かったんですか？落ちました。落ちたかもしれないですけど、あのただ思い出深いのはそこの説明会で嫁と出会ったんで。知らんがな。どうでもいいわ。すげえ。まあ、レーザーテックの業績もちょっと見てみましょうかね。営業利益をちょっと見てみたいんですけども、2022年だと320億。もう桁が違うんだ。そうですね。大儲けじゃん。10倍どころか、まあ、15倍ぐらいですかね。さらに働いている社員の給料も上がりました。ここ5年で年金年収が300万円ぐらい増えたと言われています。僕も松井証券じゃなくて東京エレクトロンに就職してたらもっと年収が上がったんで、ここにはいなかったと思います。いいよ、これのおかげで出世してるんだから。ただマナベルラブリーは誕生してなかったから結果良かった、はい、そうですよね。これね、業績に裏打ちされて世界の重量に乗れば、大きな日本株ドリームというのを手にすることができるかもしれないですね。次は他社との差別化オンリーワン、あと中古型株というふうなところでテンバーガーになった銘柄になります。はい、その代表格はこの3つ、モノタロウ、ワークマン、神戸物産。モノタロウって何ですか？はい、ワークマンは、ワークマンわかりますね。モノタロウは知らないですか？工場とかに備品を提供しているよう なんか工場のアマゾンとかに呼ばれているような会社 であと神戸物産って分かります？絶対知ってると思う。業務スーパー。あ、業務スーパー、緑の看板の、あるある、うん、都内にもたくさんありますよ ね、うん、ですね。なのでさっきの東京エレクトロンとかレーザーテックと違うのは身近なものですよね。確かに全然毛色が違いますね。ワークマンとかね、皆さん今ワークマンプラス、ワークマン女子とか言われるように流行ってる。業務スーパーも、ね、行ったことがある人たくさんいらっしゃると思いますし、これらはね、どのようにしてテンバーガーになったのかっていうのを、まあ、具体例として業務スーパーで有名な神戸物産のチャートを見てみたいと思います。はい、2013年の6月には66円ぐらいだった株価が2021年の9月には4600円になってるんで、8年で80倍ぐらいになってます。10年前はたった180億円時価総額。あ、じゃあもともと小型株の部類に入ってたけど、10年の間に1兆円企業になったと。すごい。三越伊勢丹ホールディングスの2倍。2倍、マジで？三越伊勢丹の2倍。2倍。業務スーパーはあったんですか、その66円の時に？ありました、ありました、もちろん。業務スーパー昔10年以上前から。で、業務スーパーいいなって思ってるやつが買うんですか、それを。そうですね。でもそんな絶対わかんない。そうですね。まあ予想するのはね、なかなか難しいだと思うんですけども。いや、それ無理ですよ。コツと呼ばれるものがいくつかあります。コツ、うん、コツ、はい、これだ。いや、まるまるな商品やサービス。いやーですよ。いやー、いやどんな商品やサービス分かりますか、野田さん？まあ、ドスケベ。ドスケベ。業務スーパー。村上さんは分かりますか？まあ、犯罪すれすれな。まあ、どっちかだよな。夜が深まってくるとそんな感じの答えになりますよね。正解は身近な商品やサービスです。
はあ、そっか、本当にそうだね。でも全部そうですね、はい、いつも売り切れている商品とか、まあ、長蛇の列ができている商品っていうのを見かけたらいいと思いますね。先ほど紹介した神戸物産ですけども、タピオカブームに乗って業績を伸ばしたと。たどり着けるかな、タピオカブームから業務スーパー、まあね、直近だとあれですよね、ヤクルト1000。あーヤクルトね、ヤクルト1000めっちゃ伸びてた、みんな伸びた、なかったなかった。そういうところにヒントの種があるのかなと思いますね。なるほど、はい、もう一個ですね、お願いしますよ、はい、いやあのとこ、その日の巻物、いやーうわー違うなー2つ目はですね、時価総額が低い企業ですね、うん、まあそれはそうなるから、はい、時価総額の低い銘柄っていうのは大きな伸びしろを残しています、はいはい、まあ、そのためね、注目を集めて、まあ、少しでも買いが入れば大きい株価の上昇というのが期待できます。どのくらいなんですか、はい、なので松井証券のマーケットラボのスクリーニングを使う時価総額300億円以下というふうな設定でちょっと、はい、やってみましょう。300億って安いんですね。300億はね、小さい方です。300億で見ても、まあ、まだ2700ぐらいあるんで、まあ、割とありますね、うん、見つけ方のその3っていうのは、あとは利益が伸びている。巻物はしれっとやりたくなかった急に恥ずかしくなったいや別にいいですけど自我が芽生えて伸びているってどういうものかっていうと、その経常利益ですね。経常利益っても儲かった額でいいんですか。そうですね、本業の利益、儲けプラス、まあ、投資での儲け、あ投資も入る、はい、あまあまあでも金がどんぐらい増えたかってことですね、はい、経常利益の伸び率 20% っていうところでマーケットラボのスクリーニングを使って絞ってみたいと思います。お、まあ、500弱まで今絞ることができました。これぐらいだったらまあまあ、はい、頑張れば見れるか、はい、全部見分け方のコツその4 嘘だろ、いやーちょ待ってよ待ってよ、なんで3だけなかったの、なんで3なかったの、なんで3だけないのやっぱやれるかも、はい、儲けが出やすいビジネス、儲けが出やすいビジネス、売上がいくら多くても、まあ、利益に結びついてこないと意味がありません、うん、その企業が、ね、手掛けているビジネスっていうのが儲けが出やすいのかどうかっていうふうな確認する指標というのがあります、うん、それが売上高経常利益率です。売上のうち経常利益がどれぐらい占めているのかというふうなものを示すので、業種にもよるんですけども、一般的に 10% を超えていると優秀というふうに言われていますけども、ここではもうちょっと絞って 20% というふうにしてみたいと思います。ありますか、ここまで絞り込むと、え全部結構ある、全部見れる、はい、ずっと見れる、えこれえもうこれ買えばいいんじゃない。まあ、もちろんこれは絶対的な正解ではないんで、こういうふうなスクリーニングをしていけば未来の天馬川の種というのが見つかるかもしれないですね、うん、確かにね、うん、絞れるなこれは。テスタ君はこの銘柄選びで今のコツに近いものってあったりするの、うん、まあ、10倍を狙わなくても、例えば2倍とか3倍狙う時でもまた条件ちょっと緩くしてとかってやっていくといい銘柄が見つかるかもしれないね。うん、ちなみにね、僕がやってきた中で見た中で一番すごいスピードで、うん、上がったやつはガンホーだったね。ガンホーがパズドラ出した時に100倍になったんだけど、本当みんなガンホーガンホー言ってた。1年2年以内に100倍になったからね。だから天馬川になっても新ニーサだったら非課税ですからね。そういうこと、100倍になっても非課税です。ニーサの話、ニーサの話忘れてたね。そうそうそう。新ニーサだよテスタ君。テスタ君興味ないからっつってやめてよ。天馬川になるかどうかって結果としてっていうことだと思うんですけど、手堅い方法で何かこういうのできないですかね小林さん、はい、もう一つ方法がありまして、はい、アメリカの成長銘柄を狙う方法ですね。僕のおすすめとしてはナスダック100の投資信託を見てみるといいかなと思います。
米国株編でも出てきた、ナスダック100という指数ですけども、ナスダックの市場の代表的な100銘柄で構成される指数になります、うん、特徴としてバイオテクノロジーとか IT、うん、最先端技術を有する企業が含まれていて、いわゆるビッグテックというふうな表現がされたりもしますけども、そのガーファムとか、はい、テスラというふうな銘柄を含むというものになります。でもなんでこのナスダック100の投資信託がいいんですか？ S&P500、うん、それに比べて、まあ、ナスダック100の方が、まあ、大きく伸び続けていると。なんだって、話違いますよ。さっきも S&P vs オルカンだったのに、はい、急にナスダック100。ナスダック100でいいの？はい、結局どれ分かんなくなっちゃった。その両銘柄をね、松井証券の投資信託の画面の中で見ることができるん で、うん、で青が S&P500 です。で赤がナスダックです、うん、なのでコロナ前ぐらいからのちょうど比較になるんですけども、コロナで一旦両方下がった時からの、まあ、リバウンドの仕方がまあ全然違うと。 S&P500 っていうのはその、まあ、いわゆるアメリカ全体、はい、それに対してこっちはそういうハイテク系、はあ、なるほど、そっちの方が、はい、伸びてると。ナスダック100のこの累積のリターンっていうのが S&P500 に比べてまず2倍近くになっていると。で、まあ、それでいてその年率のボラティリティ、まあ、価格の変動っていうのは、まあ、そこまで大きな違いはないっていうことが分かりますね。ナスダック100の方の心配事っていうのは何なんですか？まあ、そのナスダック100を今まで引っ張ってきたのって Google、Amazon、Apple とか、まあ、そこが伸びなくなってくると逆にまあ他の指数の方がまあ伸びてくるなっていうことはありますね。なるほどね。まあ、それをもっとその幅広く分散しておきたかったらやっぱり S&P500 になるか。そうなるんだ。現状ナスダックが伸び続けてるってことなんですね。そうですね。これからその、まあ、これが伸びるかどうかっていうのがまた気になるじゃないですか。まあ、でも個人的には結構期待はできるなと思っていて、まあ、っていうのは僕たちの生活の中でもAmazon とか、うん、iPhone の Apple とか、うん、まあ、Google とかってもう日常生活の中にもう溶け込んで使っていますよね、うん、これに代わるサービスが、まあ、もしかしたら出てくるかもしれないと思うんですけど、まだまだそのハイテク株のところでは米国が牽引していくんじゃないかなとは思っちゃいますね。小林さんもナスダック100に投資されてるんですか？ナスダック100は持ってますね。あ、じゃあ両方持ってるんですね、S&P500 も。あ、そうです、まあ、ちょっとその銘柄が被っちゃうことはあるんですけど、うん、そのいろんな指数を組み合わせて投資をしてる人はやっぱりいますね。うん、買いたい買いたい、うん、買いたいけどチャート見てたら結構、まあ、ボラテリティ激しいというか、うん、まあ、下がるとき下がってますよね。そうですね、まあ、値動き自体がやっぱり大きいので、うん、買ったら基本的にはまあほったらかしをして。あ、佐田さん得意なやつじゃん。気絶投資と気絶投資法じゃん。テスタ君にめっちゃ怒られたやつ。めっちゃ怒られた。テスタ君はどう思いますか？もう 何年何十年ってやるんだったら気絶投資法で全然いいけど、佐田さんがやってるのは短期で気絶するから一瞬だけ短期で気絶しちゃうんだよな。それ寝てるだけだろ。それ松井証券ではですね、2024年からは米国株でもニーサに投資することができるようになりますので、今日ご紹介した日本の投資信託、あとはその米国株の個別株だったり ETF っていうのの両面で検討してください。はい、はいはいはい、2024年からの新ニーサ楽しみですね。で、結局村上くんはどっちやるの？どっちがいいと思います？あ、教えてよ。授業終了のホラガイね。いや、もう今言えばいいじゃん、誰かが。小林先生、今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ニーサの術も免許改伝だし、また一歩株陰に近づいた気がするな。まだまだ修行は必要だけどね。いや、テスタ君がもはや株陰だよな。もっと修行してお金という忍力を上げていきましょう、うん、忍力ってお金のことだもんね。皆さん、いよいよ中忍試験です。これまでのことを思い出して全員合格してください。よし、みんな行こう。ニンニン。
穴党みたいな。桜インターネット僕が空売りで1億負けて血尿出たんですよ。そうなんだ。1億負けるか。いつの話だ。血尿事件、桜インターネット。血尿事件のやつ、あれだよ。桜インターネットだったのか。1億負けると血尿出るんだね。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。手羽よ。